この縛りの時 100% 来るやな。来る。祝福者、祝福者、祝福者、祝福者。ナイスー。ナイスじゃん、今日ね。ナイスー。ナイスじゃん。意識高いな、トータス。ナイスー。よう やったわ。やるやん。見直して。やるやん。よう やったわ。これね、あの、みんな、あの、か関西弁になりがちやから。なんかね、そんなことあるやから。そんなことあるね。ゴリゴリのサントスが、サントスがもうエセ関西人ね。いやいや、そんなことあらへん。なんか東出身の身としてはね、ちゃんとね、あの東のねタメ口で。そうそうそう。思うけど。東のタメ口。東のタメ口ってどういうことや。どういうことや。西のタメ口、東のタメ口ってありませんないか。いや早いな。ないから早いな。早いけど。ヌー左。ヌー左。いやダメ。地獄しかなかった。動きないね。動きないのよ。キャブの山。ミュートし。じゃあキチン行こうか。ニクレタレタ。フルコ。うん。トーフル。トーフル。トーフルゲン。はい。あら。ゾンゾン。現行犯やぞ。現行犯やぞ。現行犯やぞ。お、現行犯。自分から、自分から言ってもいいんだぞ。やるやん。あれだ、誰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 だ、何ズズズズどういうどういうゼットユーだ俺は G じゃねえスタートまあでも G もワンチャン5あこれもしかすると2つ罪はこれどこにチャンスあったこれかおいゾニキを殺した罪もあるけどさっさとレイター買いに行きたいみたいな罪もあるかもしれないぞ余罪ありやぞこれ、うん、あじゃあ現の言い分聞かんのかあどうで聞こう聞こううん今ミーティング登った瞬間にサントスがおってレポート光ったからこの状態って感じ、うん、あ奥にもしかしたら第三者がおる可能性もあるけどサントスが一撃ゲンって言ってきたから、まあ、多分視界広かったんちゃうかなって感じナチュラルだな JK JK 全部信じるわ信じるんかいゲンは正しい、うんほんまにこんだけでええサントスのパンチ来たけどな分からんなえサントスどんな感じで見つけたいや普通にミーティングに弦が上がるのは知ってたの、うん、いろいろギリギリ、うん、で、うん、行ったらうん、なんか変な動きしてて、うん、足元に肉転がったみたいな感じちなみに、ミーティングのボタンの下側でやってた。ああ、うん、マカサントスは正しい。うん、しゃがね。ボタンが疑わないと。電光系型いるんだけど。手のひらちぎれてるね。ねじり切って。おーおー。まあ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 。まあまあまあ。まあ、これで打ち釣られるんや。それ足を発生さすなよ。ずるそれはずるそれは面白いじゃんそれは面白いよそれもう途中から考えてたやろおこゾゾ
あらまあ、はい、見てへんな、その回。うん、見てないね。見てないな。見てない。あ、どうだったかな、どうぞ。じゃあ書きが押したんで、キッチン、武器庫、コミュ、コックピット、エンジン、宿舎前、ミーティングって言って誰とも会ってないです。タメ口忘れとる、うん、あ、しまったちょい気緩んでるんちゃうか、気緩んでるんちゃうかは。手だな。貨物を開いた人っておる？あ、いないか。俺以外に誰か一人湧いてたと思うから、それスナパイかも、うん、まか。まあでも序盤の序盤でさ、しかも結構時間経ってるから、うん、あんまり当てにならない。ただ1個言えるのは、多分アーカイブ方面には来てねえと思うので、うん、まあ、スクエアおらんかったし、うん、アーカイブおらんかったな。来てない。てかアーカイブとシャワー付近でめちゃくちゃ人いた、うん、いた、うん、キラーいた、ピカさんや、誰や、いた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 、ゲンちゃんもいた、うん、うん、ちょっとキラーもいてたよね。うん、キラーもいた、キラーもアーカイブいた、うん、ゲンヒラピカと、もいたと、うん、ゲンヒラと一番先に抜けたけど、フルコンおった、うん、うん、もう、あ、見てないのはカッキー、そこはきついかなと思って、うん、カッキー、じゃあ、あとはサントス、ズズ、あ、一応最後、ズズは、うん、最後はピカと合っとるぞ、シャワーの上で、うん、合ってる合ってる、なんならズズも上がってきての格見てるから、うん、うん、あ、いや。まあ、そうなんだけど、その前に俺シャワールームで左の配線やってる時に誰か2人ぐらいかタオルタスクやってて、俺の姿見えとるはずやけど。あ、それはフルコンやってたんだ。あ、うん、最初の方、最初の方、最初の方、本当に最初の方、うん、あ、やってた、最初の方、俺もやってた、うん、ったっけな、俺もやってます。あ、そう、その2人か、あ、その2人か。え、これ、え、これ、課金になるんじゃないの今の話。え、いや、さっきのピカクロスが言ってた、もう一人湧いてたって人は。あ、それがスナパイ A で、少なくとも言えんのが、サントスズズは後半にしか会ってねえから、なんか例えばさ、うん、エレキで聞いて上がってきたとかとも考えられちゃうから、あんまり。うん、なるほど、うんうんうん。中盤で貨物方面に、あ、メンバーが白いオーバーになるって感じ。うん。うん。僕も先に抜けてるから。おお、そう言えないと思う、うん、確かに右の方抜けてるはず、うん、まあでも YGEN け GN 詰めてるぞ。ポン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 ピカマットか。タスクこっちもあらへんな。あらへん、あらへん、あらへんへん。お、ほら。え？えらいこっちゃ。え？あ、ごめん。一したいかって思っただけ。うん、ズズの死体が、うん、エレキ天気4と7の間、だからはしごの下ぐらいに発見、7秒前バイタルを見た時は、死んでなかったので、7秒以内のキルになるかなと思ってる。ヒラです。僕セキュリティでカギ君がカメラ見てるのを監視し、うん、そうそうそう、見ながら、ズズ君がエレキの方にすって、右側にね行くのを、うん、見届けた直後に死体になってますね、これ。ボタンか、なんか、はい。だから、ほんと、ヒラからしたら、カキ、パンは違うんですね。カキヒラは無理で、で、はい、金庫にピカクロスがいたんで、ピカクロスは無理。トータスも金庫にいたんで。うん、あ、はい、そうですね、トータスさんは、あ、そうですね、ちょっと前に見たとき、金庫にいましたね。あれ、はい、あれヒラ？ヒラ？ヒラどうした？あれ？ん？どうしたんですか？
タメ口忘れてるね。あ、ほんまやば。で、あとはフルコンとゲントスがどこにおったか。あ、めっちゃ敬語してた、やっべ。フルコン気づいたよ、アップで。シャワー付近におったからちゃうで。うん、お見合ってる。じゃあどういうことや、これは。誰と見合ってゲントス。ゲントス、フルコン。おー、あー、ヒラに聞きたいんだけども、ヒラに聞きたいんだけども、カキは最後までやってないことを証明できそうか、うん、あのね、ずっとね、僕ね、ビデオデッキの周り掃除してて、カキくんずっとビデオ見てたんだよね。それだけは証明できる。だから、うん、今俺目線やとゲンチョスフルコンのラインかサントスのセルフか、うん、で、うん、カキが、テレビビデオ見てるのはあのランプ、セキュリティのランプずっと点灯してたから、それは見てたから、うん、ずっと見てると思う。ちなみに、ああ、そこそこそこ難しい。うん、キラのラインもあるんとちゃうか。うん、ワンチャンあると思う。うん、うん、でもカメラついてるの見てんだよな。うん、まあ、その前の見てるんだよ、ね、洗ったら気になる人結構用意してくれると思います、ね。うん、うん、どっちもまあどれも割と初点のタイミングからサントス関われてまうから。あ、でももう知る信号やろ、誰も通ってないから。まあ、多分そうやろ。ピカトゥ、ないぼ、ないぼ。タスクあと1個や。早い。ミーティングやね。いい感じ。あと2つや。あと3つや。あと2つやけどレバーが残っとる。おっと。エレキによったわ。さっきのは結局、トータスピカークロスはもう絶対無理って感じよな。金庫にいるのは他からします。他から。だからもうゲンチョスフルコンしかないんじゃないかな。だってね、サントス白信号なら。いやでも、まあ、カキヒラが可能性、カキハンがカキヒラがあるし、カキハン一個前のヒットやで。うん、いや、ね、ピカクロスが貨物脇って言ってたから。うん、ね、あ、まあそれで最初っていうの話で、やから、うん、結局どこ行ったかっていうところが分かってないから、うん、まあ、グレイチだよねっていうのは変わらない。うん、そうなんよね。で、さっきのキル、あのその前のキルで洗うのであれば、うん、多分ゲンチョスフルコンであるとしてもフルコンのみじゃないかな。あの本当最後シャワーから抜けてっていう、あ、シャワー、うん、アーカイブから抜けて右に抜けたっていうタイミングしか無理かな、うん、それで言うなら。うん、アーカイブから右抜けて貨物抜けて診察で後ろのドア閉まったなっつってで終わってるわ。うん、うん、タイミングとしてはそこぐらい。うん、まあでも、まあ、いい感じでボタン押してタスク進行がええと思うけどな。うん、まあそれで死体が出たらその上で詰めるで、うん、今は、うんうん、そうやな、スランでもと思う。まあ位置は落ちてると思うで、ゲンで、うん、まあそれは間違いない。あ、うんうん、まあなんならサントスは絶対白だよね、やっぱり。あ、そうだ、時間あるならワイン入れた賛否を知りたいの。あ、ピカクロスは入れてる。はい。なんでかって、いや、聞いてない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 。言わしてあげてもいいのに。語り始まった。いや、次ボタン押してもらって、ボタン押してもらって聞けばいいか。あ、なるほど。考えるわ。うん、割と分からんな最後。割と課金ポスターピカマットを追ってたんだけども、違うのかな。
ゴーレン。フルコンさん？フルコンがエレクトリカルのポチポチポチのところで死んどった。え？これ幻聴さやと思うけどな俺。俺今最後セキュリティやって、うん、はしご登る前になんかプルプルって動いてフルコンの上に立っとる幻聴を見たよ。あ、まあプルプルとは動いた。いや今のは結構、うん、びっくりしててメインホール降りてエレクトリカルのポチアリに右上のポチアリって戻ってったらそこで下になって最初スルーしちゃって戻ってっていう。はいはいはい。あとりあえずピカは絶対無理やな。あ、同じくサントスは絶対無理。同じく宿舎で湧いててサントス金庫ピカクロスミーティング、うん、で元あんまり待機ピカクロスってるんで間に合わないと思う。ヒラキッチンで湧いて、展望台、武器庫でまあエリキの方には行ってないですね。うん、なんでちょっと僕的には幻聴さんのセリフなんじゃないかなってちょっと疑ってます。なるほど。活気がメイン脇で確かねエンジンでフルコンが右に行くの見てでリアクターになったから直しに行って、うん、サントスと見合って終わり。ああ。活気の白は別に出ない。うん、そう。なるほど、うん、でもまあこれタスクでいけんじゃない。タスクあと1個、うんうん、お、まあ、俺ももうちょっと。ああ、あと2個ですね。あの仮に幻聴スフルコンがなんかその人外同士であえて切っただとしても、うん、もうあのパワープレイっていうものもなくなったし、1分半あるから最悪2余裕に生きてても開かきあるんじゃない。やっぱりパワーとしてあの怖いのがそこにはなるっちゃなるんだけど、でもなんか、カメラがついてたのは事実なんよね。だからあるとしたらマッドメイトインポスターっていう。あ、そう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 。意識は落ちてると思うから。あ、しかない。こうやな。トータスどう思う？トータスだよ。ね。ゲンチョス、ゲンチョス。ゲンチョスって言いたいだけやから。あー、脇位置微妙。ピカトゥアップロード。どうやって行ったの？はい、ゲンチョスがやってました。あ、どこでっていい？宿舎前の宿舎前とエンジンの間ぐらいで。あ、もうこれは確かに宿舎前に今ゲンチョスいました。左直したのゲンチョスです。直して扉が閉まってたので開けたら今この状態です。なので多分エンジンルームの下側で死んでるんじゃないかなと思います。以上です。なんか柿インポスター平マッドメイトの構図が僕の中では。ああ、はいはいはい。であれば、ほぼ幻聴な気がするな。あのなぜかというとその柿平が主張してたカメラがついていたっていうのは間違いなく確かについていたので、まあ、死って言うんだったらその柿平が逆で言ってるパターンかな。平がカメラ見てたのを実は言ったぐらいなんだけど、それすげえ連携だと思うから、じゃないかなって、だと思うけど、まあ現実としてそうならざるを得ないよ。そう、あの死体をまず見てないでレポートが入ってて、ただ僕がいる位置は合ってるので、まあそうなのかなと思ってたっていう。まあもし決めきれんかったらこの幻聴数とラインがある人物がいないからタスク進行でも全然 100% 勝てるから。平書きのどっちかは幻聴数目線は絶対釣っておきたくて、っていうのは1キル起きて、うん、いやそれでも半 PP だから、半 PP だから1分で終わる自信がないやつがある場合が、
誰かを釣る議論をすればいいと思うから1分で終わらない自信があるやつをおるっていう、うん、おらんおらんヒラー大丈夫そう1分で終わりそうあとタスク1個 OK よし割とすぐ終われるじゃあスキップ、ね、うん半 PP になっても丸いからうん、うん、スキップでいこうかおいの笑い方をするな。クック。で勝った。ゲンゲンコンビやんか。ゲンゲンコンビ。ゲンゲンやん。もう。ウルカゴメーいや、いいっすよ。いや、もうどうしようもなかったし。お兄さんにイベント見られたと思って、どうしようもなかった。あ、これは、ライン切りのために切ったってこと？いや、違いますよ、さっきのは。トータスさん追っかけてて、うんうん、トータスさんだと思って、あの、黄色い髪の毛の人と思って切ったら、あの、バナナ色のフルコンさんが目の前に来て、やったんや。で、動揺して踊ってました。あっ、あっ、あっって言って。なるほど。動揺して踊っちゃってましたね。